お笑い芸人マジック王座決定戦。ここまでは驚異の人間瞬間移動イリュージョンを成功させた次長課長が暫定チャンピオン。この後も藤丸くん衝撃今日の連続。今夜しか見られないこの祭典から一時も目が離せない。続いて次長課長に挑戦するのはハリセンボン。どうですかマジック。いや本当に真面目にやんないと怪我しちゃう、うん、危ないの、はい、ちょっと危ないやつなんで、うんはい、練習した練習しました、はい、結構本当に、うんはい、喧嘩もなくいやもうちょっとねはるかが、うん今回すごい大変なことになっちゃうんで、うん、私がちょっと間違えるとちょっといい加減してよみたいなところはありましたよ、そうか、 危険なやつだからねそうなんですよ、はい、だから一歩間違えたら本当に、ピン芸人になっちゃうんでさあ、ハリセンボンのお二人、どんなマジックを見せてくれるんでしょうか。どうぞ。あ、これ見たことありますね。ハリセンボンが挑戦するのはセパレートイリュージョン。ただこれじゃないんですよ。え？もっとすごいの挑戦してもらいます。ちょっとこっち来てください。うわ、え、これ？透明ですか？丸見えじゃないですか？日本を代表するイリュージョニスト、北見真が指導。春のおでん別の部分切っちゃうとまずいから痛い時は痛いって大きい声で言った方がいいですかね。あ、痛いんですか。はるかの体が真っ二つです。思ったより緑じゃないよね。シュレックじゃねえよ。
出来良かったですよね。レベル高いんですよ。このマジックはレベルが高いみたいな。なんかいい弟子ができたなって。おめでとうございます。加藤夏希さん、はい、あの本当に笑いと、うん、あとマジックっていうのが本当に調和されていて、うん、こんなに楽しいんですが、なんか一つ生々しいなっていうの。化粧の乗り具合ですね。すみません。はい、元気に生きてください。バカテンション高いでしょ今。今もう最高潮です。最高潮。一緒にインプットしていただけると。さあ、それでは審査の方していただきましょう。はい、暫定チャンピオンの次長課長さんか、それともチャレンジャーのハリセンボンさんか、スイッチオン。どうぞ。ハリセンボンが暫定チャンピオン。続いて挑戦するのは加納英子、小島よしお、ギャル曽根の超異色3人ユニット。おーおー、いつになく目が血走ってんじゃん、ね、いやまさかあんなイリュージョンが我々の前で行われるとは思わない。すげーのかましいね、ハリセンボンが。いや顔がいつもと違うもんね、はい、何せ、うん、手が震えるもんで。コメントが全く意味が分かんないんですよ。